サムラ塾のことです、えー、こちらの動画ではですね、えー、現在の日本の政治家、まあ、政治家ですかね、はいがえー、あるべき、えー、政治家のですねあるべき、えー、理想像みたいなものがですね、えー、ヒントとなる本を発見いたしましたのでね、漫画ですね、えー、ちょっとお話をしています。はいではいきますね、えー、まず結論からいきますとね、こちらですね、漂流教室というね、 えー、漫画なんですけどね、えー、こちらの河津和夫さんですかね、ま、ことちゃんという漫画を描かれた方ですけども、えー、こちらのね、えー、方が描かれたこの漫画です。えー、こちらがね、えー、ヒントの本じゃないかなと思いますあの。政治家としてのね、理想像が描かれてます、今こ年こに,にはね。僕ちょっと読んで感動しちゃいましたね、今ね。うん、特にあの池垣君っていうね防衛大臣が。 いるんですけどこの漫画の中にね、防衛大臣が出てくるんですけど、いや、これはね、本当に今の日本の政治家にね、呼んでほしいですね。これだと、政治家っちゅうのはね、本当これだと、ね、うん。えー、そういうね、本当にこう、まあ、感動というかね、こう、うん、今の日本にそっくりです、これ、この漫画に書かれている状況って、ね、うん。 まあちょっと中身はね、あのネタバレになっちゃうんで、えー、今ちょっと池垣くんだけ、えー、お話しさせていただきましたけど、まあ、一番感動したところなんでね、えー、まあ一番感動というこ心に刺さったところなんでね、そこだけお話ししましたけど、うん、中身はね、ぜひ、フ、え、ル、ー、本屋であったりですね、えー、あとはレンタル漫画ですね、コミックですね、えー、であったりね、 えーまあ、もちろん本屋さんにもね、注文すればあったり、アマゾンでもあったりするでしょうからね、えー、なんとかしてですね、えー、ちょっと手に入れてですね、ぜひこう読んでみてください、えー。特にね、政治家の方に読んでほしいです、これ。本当に読んでほしいね。日本人の政治家に。ね、はい、ということでした。